国鉄781系電車。国鉄781系電車。国鉄781系電車は、日本国有鉄道、国鉄が、北海道用として1978年に設計、製造、北海道旅客鉄道が継承し2007年まで運用された、交流専用特急系電車である。函館本線の小樽駅、札幌駅、旭川駅間は、 都市間輸送の盛んな区間の一つであり、1968年の小樽駅滝川駅間電化開業時から711、軽電車で運転を開始したカムイや1971年から札幌駅旭川駅間をノンストップで連絡した幸風などの電車急行が好評であった。国鉄ではこれら電車急行の特急列車化を考慮した車両を模索する動きがあった。 計画はほどなく具体化し、台車、電気機器などはすでに実績のある711系の仕様をもとに、内装、外観は当時の標準特急系電車であった485系と同等の仕様として、北海道向け特急系電車の計画、設計が開始された。1972年、公害防止のためポリエンカビフェニルの製造が禁止となる。 当時の高直流、交流車両の主編圧器の絶縁油として PCB は一般的に用いられており、代替品の確保が課題となった。711系の主編圧器も例外ではなく、新形式車両の計画は頓挫する。暫定策として、当時 PCB 対策が完了していた485系の各部を国間地向けに、 使用変更した485系150番台を1974年に製造し、1975年7月に L 特急、石狩として運用を開始した。485系1 5 0番台は冬場において、北海道特有の冷夏10度を下回る低温や乾燥した細かい雪質に起因する故障が、電気、機械関係ともに頻発し、L 特急の運行そのものが、 危機的状況に追い込まれる至り、高級的な体感対策を備えた特急系車両の開発は喫緊の課題となった。その後、PCB 不使用に関する技術的問題も解決され、北海道総局の要望をできる限り盛り込み、気候に適応した車両として製造されたのが本系列である。携帯は当時製作されていた485系1000台に、準ずるが、 側窓の天気寸法は485系に比べ、小さく、床面高さは 65mm、レール面基準高い。体感対策として、車内保温のため、窓を小型化し、床下に断熱材と、主電動機冷却風道の空間を確保するための構造で、711系の仕様に準拠する設定である。客用扉は、他の特急系電車と同様、 幅 700mm の片開き扉を片側1箇所に設けるが、ステップやドアレールのヒーターは強化されている。先頭車両の全面運転席走庫部分は走行中の着雪を防ぐため、485系より丸みを帯びている。塔下類は正面下部左右に全小灯、標識灯を各1塔設けるほか、運転大丈夫中央に2塔の全小灯を設ける。 透火類は着雪による隠蔽を防ぐため露出型で電球交換も外はめ式とされた。電動車のクモハ781型とモハ781型では車体側面に向かって左側1.4位側に雪切れ室、雪切り室を設ける。これは主電動機の冷却風を取り入れる際に雪を分離するためのもので。 車体側面の高い位置から吸気し、雪切り室内部の送風機によって、床下の風道を経由して、主電動機を冷却する構造は七百十一系と、同一のものである。純密閉で、多陸通風冷却方式の主電動機、冷却線を持たないと二重構造の床で、同形式電動機を装備する、一般的な国鉄型特急車両に比べ、電動車内は元より車外騒音も低い。 空調故障など非常時の換気のため、客室窓の一部は開閉可能とされた。各車両の両側車端から2番目の窓上部1、3ほどが、下ヒンジで内側に開く内形式の機構であったが、アルミサッシによる陶器の結露が避けられないことと、保守や見栄えの観点から、量産車では採用されず、試作車も後に一般的な固定窓に改造されている。室内換気は、 屋根状に2機搭載した雪雪機能を備えた新鮮外気導入装置を用いる強制換気方式で各社の車体側面膜板上部に設けられた外気取り入れ口片側2箇所から吸気し天井長手方向に設けられた吹き出し口から空気を室内に供給する車内の気圧を高め雪の吸い込みを防止するための仕様で従来車両にあった 自然通風式の通風機は装備しない。冷房装置は集中式ユニットクーラーの au78 型を屋根状に一機搭載し、電源は周辺圧機の三島機線から直接供給される。外部塗装は他の国鉄特急系車両と同様、クリーム4号地に窓周りなどを赤に号としているが、全消灯、標識頭部横の赤帯は高い位置に配置。 正面が相性表示器まで回して、接中での非視認性を向上させいる。電装機器の配置は、国鉄新製能電車の標準構成である、電動車の二両ユニット方式を取らず、電動車、電源搭載付随車ユニット、またユニットを組む。本系列では、パンタグラフ、主変圧器、主整流器、主平滑リアクトルなど、電源供給に関する機器を制御者、 付随車側に搭載し、制御電動車、電動車側には、主制御機などを設けている。これは、特急列車用として、車体設備や機器設計を再検討した結果、711系に、非して、重量像となったこと、及び床下に機器を極力配置しないとする、大雪設計のためで、アルターネティングカレント、交流の頭文字である、A を含んだ、タクト、TA の記号を、 は、偶数形式を表すが、国鉄で初めて用いられている。このことから、心臓特急系車両としては、初めての制御電動車である、雲百781型が設定されている。主変圧器、TM13D 系主制流器、RS39 バイト型は非 PCB 仕様として、新たに設計され、主電動機は711系と同様の、他力通風方式で、 417系電車で採用された絶縁強化仕様の直流直巻電動機 MT54E 型をいる。制御方式は711系を基本とするサイリス体操制御である。同制御方式では立候制御用の抵抗機は不要で711系では発電ブレーキを省略していた。本系列では屋根状に ブレーキ専用の抵抗器を搭載して高速域から強力に作用する発電ブレーキを装備し、711K で問題のあった整理にし、車輪の摩耗低減を図った。歯車比は急行軽電車と同一の位置、4.21で、7 1 1系と同様に弱回時制御は行わない。これは 120kW、375V 定格で設計された。 MT54 型電動機を最大 500V で使用し、弱め開示制御を行わない、新たな定格を定めたことで、ほぼ電圧ピリの 150kW を定格とする、MT54A 型7 1 1系、MT54E 型7 8 1系他の実用回転域の高速側が拡大したためのものである。ちなみに本系列の場合、定格速度は、 時速 84km に達する。直流であれば、供給電圧1、500V、1電動機あたり375分イコール1ユニットあたり、8電動機、1、500V が上限となって、それ以上の加速には弱め回自制御が求められるが、境時時速に比例するトルクが、速度反比例で低下する低出力領域、120kW となる。一方交流20。 零零零ボルトでは、さらに高い電圧を与えることができ、電圧比例でより大きな出力、150キロワット、500ボルトで多さが得られる。この場合弱回自制御は、高電圧による整流悪化などで、高い制御範囲が狭まることから、採用する必要性が薄い。タップ制御の新幹線0系も、同じく弱回自制御を行わない。なお、 北海道の深刻な雪害の対策は、冷却基準関係に不圧部を作らないことで、実現している。485系1500番台では、それが不徹底で、北海道の乾燥した粉雪に対応しきれず、隙間から舞い込んだ雪が、機器の熱や装備されたヒーターで溶ける、浸水絶縁不良で運行できなくなったが、本州転続、復帰後は、支障なく運行している。 台車は711系のものに紹介量を施した DT38A 型、TR208A 型で、インダイレクトマウント式空気バネの枕バネと、円筒案内式の軸箱支持装置、密閉系円錐コロジック受けは共通の仕様である。本系列は485系1500番台と、同様、グリーン車を設定せず、全車普通車としたため、座席は全車両とも、 同一仕様の鍵、リクライニングシートであるが、背もたれのロック機構が追加され、モケットのは、ベージュとなった。トイレ、洗面所は付随者の区七780系、左七780型のみに設置する。試作車で、結露の原因となった、非常開閉窓を廃止したほか、正面の相性表示器、側面の行き先表示器、客用扉のガラス指示方法を、 H ゴムからおさえに変更した。雲派の781系、ク派の780型では、運転台直後の屋根上廃棄口を廃止している。と平確認等が縦長の形状となる。台車は形式の変更はないが、ボルスターアンカーの高さを変更して、振動特性を改善した。先頭部の連結機が、試作者では波形自動連結機だったのが、 密着自動連結器となった。座席はフレームが焦げ茶色となり、座席のせずりと座布団がより立体的となり、横方向のステッチが並んでいる。お損事の保守性を考慮し、モケットを淡褐色、ベージュ系から薄茶色、オレンジに変更している。床は灰色から青色になる。試作者は1978年。 量産車は1980年の製造である。電動車、付随車で不可分のユニットを構成し、札幌法から雲モ781サハ780雲ハ781サハ780雲78ハ781クハ780の6両編成を組む。1986年に4両編成への蘇生変更がなされた。詳細は後述する。 区七780から2、区七百781から2、七百781から4、サハ七780の4の車体の実が、函館市内で生体保存、利用されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。